ちは、ギターの瀬松です。ギターのヘレンです。はい、今日は第2弾ということでですね、意外と大手柄だったんじゃないかという思っている、ジャンクションボックスというのをですね紹介したいと思いますが、今日のお相手は、うちのチームのメンバーでもありますヘレンです、はい、けどもヘレンはあんまジャンクションボックス知らないもんね。そうです、そんなに詳しくはないよね、はい、ジャンクションボックスっていうのはもう今多分いろんなメーカーから出てると思うんですけども、ただあのエフェクターとアンプとギターをつなぐっていうんじゃなくて、実はねあのこうレイヤー感っていうか、そうたくさん の機能を盛り込んで作ってるんです。作ってもらってるんですよ。作ってもらって、それをまああの国内の有名ギタリストに紹介したりしたんで、もう流行ったんですよ。そこをね、あのそのレイヤー感というか、いろんなこの機能をまではね、他のメーカーはそう、せっかくやってくれるんだったらね、いろいろあの残念ながらあのなんていう のジャンクションボックスという単体の機能しかどこのメーカーも持たせてないから。ああそうなんですね。ここはちょっとあえて別にあの商品化されてないから、はい、あのどうぞあのどっかのメーカーさんあのぜひそのまま作ってほしいぐらいなんだけど、あの今日はねそのレイヤー感というか、そのまあいろいろね、はい、あの何層にもこう仕組まれた機能をご紹介しながら、進めていくかと思います。進めていくかと思います。はい、では、まずそもそも、なんでねジャンクションボックス、ジャンクションボックス使ってなかったでしょ。まあ全然なんで使ってなんで使っておらなかったの。あの正直あのいらないなっていうふうに思ってるんですね、はい、いらないと思うよね、はい、まあ、みんないらないと思ってるんだよね大体ね、うんうん、じゃあなんで俺がジャンクションボックスをね作ってほしいなっていうか、本当はねあの一番今ここにあるジャンクションボックスがあるんですけども、これはヘレンのボードなんですけどね、ここにジャンクションボックス僕がつけ発案して作った、はい、ジャンクションボックスを今ここに搭載しておりますが、もともとはねあのちっちゃいこのぐらいのこのぐらいのジャンクションボックスだったね一番最初は。あ それはねこちらになります。それでこの写真、写真の、ジャンクションボックスのものが一番最初なんですが、まあそれにがだんだん進化してってというか、それはそれでいいんだけどね、それはそれでいいんだけど、まあそれにはまたちょっといろんな理由があるから省略していい。まずはそのちっちゃいジャンクションボックスっていうのを作ったのはですね、まず一つオーバードライブから、ここのオーバードライブにつないでこっちから出すみたいなことやってると、うん、まずはよく踏んじゃうよね。踏んで抜ける、ここからポンって出てるケーブルを踏むと抜けるじゃん、うん、大きなライブだと、うん、あのテレビクルーの人が引っ掛けちゃって抜いちゃうとかももちろんあるよね、はい、それがだからここでまとめ、あのジャンクションボックスのここから1個でまとめてるともうあのガムテかなんかでこうやって止めて、うん、あのできるのがあるし、向こう向いてたりこっち向いてたりしてくれれば抜けないっていうのがまずあるし、もう一つはあのね対バンの時、対バン制のライブをやってる人っていっぱいいるでしょ、うん、俺も例えばあのプロだからってワンマンばっかりじゃなくて、うんうんうん、プロの人でもやっぱり対バン制でこう入れ替わりとかっていう時にやっぱりねそこにこうギターと、アンプの出力をこうつないじゃいとって、こうやってギターつないでケーブルを上に乗せてこのまま持っていけばあと電源挿すだけだよね。あそうですね、そうなのよ、はい、それもねものすごく一瞬でなんていうのセッティングが終わるから、それがねまずは一つ時間短縮、時間短縮だね、はい、それでまあ一応安全確保という意味で の、はい、あのジャンクションボックスだかな。じゃあ2つ目の理由はですね、僕らってギターソロをやるじゃない、はい、その時にやっぱりあの盛り上げるのにステージ前にこう飛び出していったりするよね。あ、はい、でまあそのあのなんていうのワイヤレス使ってる人たちはなんかそれで、うん、まあ別に問題ないかもしれないけど、うん、やっぱり俺とかすごいいろんなギターを使うのであの持ち替えもあるからケーブルの方が楽なんだよね、うん、あのワイヤレスより。なんであのケーブルにしてるんだけど飛び出した時にね
ガーンってっていうか、これが抜けんだよね、やっぱね。あの引っかかったり、こうリングにこうやってリングにな状態になってると短いわけじゃない。はい、それでポコンと抜けます、うん。バチってやるとさ、バンって言うじゃん。はい、あの抜けるとかってガチャって抜くと、はい、怖いからやんないけど。はい、でこれ見てて、これインプットですよ。はい、ほら、あ言わない。ミュートするのこれ。あそうなんですか。そう。便利でしょ。あ超便利。そう。今初めて知ってそうなんですよ。これもね、あの入ってなかったりするんだね。そうそう。それでもう一回差し直してもほら、これバチンって言わない。これがね、2つ目の理由。画期的な。3個目の理由は、ちょっとこれにはね、実は搭載しなかったんだけど、あのフットスイッチをつけててスルーにしてたのね。スルースイッチをつけてるバージョンもあって、その場合はやっぱり中のエフェクターがどれか壊れた時、うん、どれだろうってなるじゃん、はいはい、その時にこのスルースイッチを押してアンプの歪みをバッて上げればなんとかなるじゃん、そのっていうのをつけてました。そういえばこれはつけなかったね。あーそうなんですか。そう、スルースイッチをつけておりました。お4つ目はバッファーですね。バッファーが、入っています。この中にこれは優秀なバッファーが入っています。バッファーはね、また他の、 あの動画でご紹介しますけども、あのバッファーが入っているので、あの音質劣化がなく、うん、音質劣化がなく、実はそのアウトにもバッファーが入っているので、このあと長いケーブル使っても全然大丈夫っていう、うん、あの優秀なやつですね。すごい変わりました。自分もこれをつけてからエフェクターの設定が変わりますね、はい、そうなんですよ。やっぱりね、劣化はね、すごいして、うん、最初ね、バッファー入りのジャンクションボックスを本当に うん、あのいろんなお友達、先輩とかにお勧めしたんですけども、あのいるみたいな感じだったね。だってトゥルーバイパスだよみたいな。あーそうですね。そうそうそう、うん、でもね、トゥルーバイパスもあのいわゆる接点ですから、ある意味、うん、一つの抵抗なんで、うん、絶対に落ちますよって言って、うん、言ってんのに、いやでもさ、気に入ってるもん今の音みたいな。でバッファー通したらバッファー通したで、あの這い上がりになるよねみたいな感じになって、うん、いやいやいやっつって、うん、なんでじゃあね、このギターこっち抜いて、うん、あのインプット直接ギター通してみてって言ったら、うん、なんていうの、あの例えばさ、これ今もやるけど、はい、例えばここの音と、音量も同じだよね、はい、そう、こんなに優秀なのこれ。へえ、そう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 、そうなんですよ。こういうバッファーが入ってあります。素晴らしい、うん、5つ目はあのね、テレビ収録の時には俺もうすごいいつも悩んでて、うん、あのまあこうやってエフェクター通してアンプにマイクを立ててもらうじゃない。うん、でオーバードライブとかはもちろん聞くんですよ。でもこのなんかディレイどっかなんかある、うん、これねこんなにこのぐらいかけててもマイクに乗らないんだよね。あーはー、全然マイクに乗らなくて、音しか残ってなくて、リバーブのあのディレイの感じが変えられないのよ。変えられないからどうしたかっていうと、今ステレオにしました。こっちのフェンダーアンプとここのジャズコにあのステレオにしました。それで、こっちは例えば弦音、うん、でこっちはエフェクトのみにしてマイク2本させてもらって、ディレイ音をエンジニアさんにも自由に調整してもらうように、2本のマイクで収録してもらうようにしたんです、うん、それでね解決しましたね、はいはい。そういう時のね、こうステレオアウトっていうのがね、いいですね。うん。まあ、それはもちろんエフェクターからも直接できるんだけど、うん、やっぱりここにまとまってると便利だよね。わかりやすいよね。はい、うん。それで最後に、ご紹介しますのは、これがもう究極なんですけども、実はあまりちょっと知られておりませんが、フェンダーのアンプって、あのみんなこっち使わない？そうですね、なんで？リバーブをいじれる。そう、リバーブがついてるっていうことでみんなこっち使うんですけども、実はこっちってトレモロやらなんやらついてて、
要はそのやっぱりそのつまみが多いと音も細くなるのよっていうのもあって、うん、実はこっちの方がやっぱりいいという1チャンネル側の方がいいという噂がね、うん、噂がねっていうかまあや聞いてみれば分かるんだけどあの正直な話、はい、裏の真空管で結構音色は変えれるんだけどねこっちとこっちは、はい、でもこっちの方がやっぱシンプルな分太いんですよ、うん、なのでこっちに刺したいね刺したいんですけども、残念ながらこうリバーブがついてないので演奏しにくいっていう人たちもいっぱいいて僕もそう思っててそこでマイケル・ランドさんとかとかねマイケル・ランドって有名なあのアメリカのスタジオミュージシャンがいるんですけどもマイケル・ランドさんとかがやっているんですが2つのチャンネルを同時に使うというのをやっています。こうやって2つ入ってます。今こっち黄色いケーブルこっち黒いケーブルねで、まあちょっとやってみようよ、ね、エフェクターのリバーブは切ってあります。はいはいはい。まあリバーブかかったよね。はい。でも、なんか、いくよ。このぐらい音圧あるのに、うん、あちょっとボケちゃうでしょ。そうですね。なんかね、いなくなるのよ。ちゃうんだよね。で、音が引っ込んじゃうんですよ。できないじゃんと思って、これにはフェーズスイッチがついてまして、要はその位相をひっくり返すスイッチがついてて、ひっくり返すよ。この音聞いててね。はい、このほら、シュッカションの音。しかもリバーブが効いてる。だから、こっちをリバーブにしといて、リバーブのボリュームだと思ってくれればいいんだよ。あ、なるほど。ほら、今聞かない。ほら、本当だ。でもこっちの音みたいな。こういうレイヤーを重ねて重ねて作ってね、発案してるんだよね。あ、そうそうそう、そうなんですよ。だから、せっかくあの真似して作ってもらうんだったら各メーカーここまで、はい、ぜひあのジャンクションボックス作るんだったらやってほしいな。めちゃくちゃいい音でしょ、はい、びっくりするよね。今度からツインリバーブそういう風に使います。あ、ぜひぜひぜひそうそうそう、ツインリバーブもそうだし、あとデラックスリバーブ、はい、あとはあのスーパーリバーブとか全部この仕様になってるから、あ、もう最高よ。もう本当におすすめです。これがあるとそれができる。これがあるとそれができる。ジャンクションボックス便利でしょ、はい、うん、多分すごくね大手柄だと思うんですよ僕の。これはこれは発案したそうで大手柄ぐらいは言わせてくださいというわけで今日はジャンクションボックスの紹介でした。では、はい、